ふちあおいでーす。お邪魔しまーす。あおちゃん、いや、お邪魔してますよ。何なんですか、今日は。バチバチなんで。バチバチ。あおいちゃんのツイッターね、たまにね、ダイソーの商品載せてんですよ。はいはいはい、載せてますよ。しかもなんかダイソーでちょっと話題の商品載せてるんですよ。はいはいはい。私100均好きですけどみたいな。そんな人ないけど。匂わせ。やばれ出てる。ちょっとポンポコ V 界1の100均好きを歌ってきてるんですけど。まあそれずっと言ってますよね。ちょっと葵ちゃんにね、そんなことされちゃうとね、ちょっとその喧嘩買わないと。お、喧嘩売ってないでしょ。え、100均動画あります？ないです。はい、いや、はいじゃなくて。え、あおいちゃん100均好きなんですか？くそー大好きなんですよ。ね、いや、ちょっと今日は対抗させていただきます。いやいや、なんでバチバチしてんのさ。100均プレゼン選手権やっていきたいと思います。いや、もう絶対負けたくないよ、これは。本当に負けたくない。ついていけない、ついていけない。ちょっと簡単に説明させていただきますね。はい、まあ、100均っていうのは人に欲しがられた時一番嬉しいですよね。そうですね、間違いない。みたいな。今日は葵ちゃんとポンポコともに5個ずつ100均どのブランドでもいいので5個ずつ商品を、はい、どのブランドでも葵ちゃんポンポコの順でピーナッツくんにプレゼンをします。はい、最終的にピーナッツくんはどちらのプレゼンする100均商品が欲しくなったか、魅力を感じたか、勝敗を決めてください。僕が審査員になってそんな100均好きじゃないんですけど大丈夫ですか？なんかこれを機にね、あ、明日もう行かなきゃってなるようなものを用意したんで。素晴らしい。明日に繋がる100均商品。そうそう、明日に繋がる100均ってレッツ100均プレゼン。よいしょ。はいね、ちょっとこれさ、順番はあるかな。じゃあこれ、じゃらー、ツーウェイ両面使用できます。背景ボードどうですか？どうですかって言われましたよ。だからほら、 YouTuber たるもの、はい、いろいろこう商品撮るじゃないですか。はい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 、Twitter に載せたい動画に。その時にですよ、この背景をこうポンって置いたら、あれ京都行ってきたのみたいな。これすごいですよね。これめちゃくちゃ便利なんですよ。これ私もめっちゃ持ってます。あ、ほらほらほら、なんか家にあるんですよね。ちなみにあのウッドクラフトも別セットで売ってるので、はい、まあ、それを買っていただいて、こうミニチュアみたいな楽しみ方もできるし、お仕事としてもこう YouTuber としても使えるっていう優れものでございます。あー、なるほどなるほど。100均好きとしてはこれやっぱ、まあ、知っとかないといけない。まずは基本からみたいなテンションでやられてじゃあこれめちゃくちゃ便利だと思いませんか？ピーナッツくんほら背がさちっちゃいから、例えば休みの日もう動きたくないなみたいな時も、はいはい、もうティッシュとかも掴んでこう取れるんで。ハンドキャッチャー。これ100円？これ100円。これ100円、200円ゾーンのありそうな。でしょでしょ。あ、確かにこれ便利かも。これ初めて見た。置くのもできるし、取ることもできるということですね。はいはいはい、もうあっていう体験をあなたにということで、これ LED のキャンドルなんですけど。LED のキャンドル。息で消えるんだよこれ。マジ？すごくない？ちょっと開けてみようか。ちょっとなんかね、お試し用の電池は入ってるんで。すごいすごい、待って待って、電池も入ってるの？え、どうやってやんだろうこれ。電池入ってるよ、すごい。おー、消えた。めちゃくちゃすごいじゃんこれ。青の分も買ってくればよかった、ね、300円ぐらいしそう。はい、続いて。いや、まあ確かに100円はすごいねそれ。じゃーん、サウナスーツ。おー、あー、これいいよね。これはいい。上半身しかないんだけど、200円あったら下半身も買えるかな。え、それは安いよ。これ安いよね。サウナスーツって1000円絶対するから。運動するときに着るやつね。そう、てっきりなんかサウナ入ったときに着るやつかと思ったら本当のサウナスーツ。違うかった。最後は、はい、じゃーん、遠隔カメラシャッター。おー、どうでしょうか。遠隔カメラシャッター、これいいよね。だからもうほら、こうやって動画撮る時もこう遠くにいてもこうピッてこう手元でやったらスタートしますからね。え、そんなん高い、いくらだと思う？いくらですか？いくらだと思う？いくらなんですか？100円です。安いというね、フチャーウォイプレゼンの5個でした。よいしょ。これはダイソーですか？これはダイソーとキャンドゥのミックスですね。ミックス、ちょっともうちょっと剥がせたなっていう、やっぱ自分の力を出し切れてない感じがあるんで、ね、緊張するな。セリアの新商品、確か。新商品、これすごいですよ。なになに？100円で、はい、何これ。鬼滅の刃との正式コラボ、ちゃんとコラボしたティッシュ。え、しかも水に流せるじゃんこれ。そう、めっちゃいい。富岡義勇って書いてる。すごい、まさかの
殻付き。うわえすごい、1個1個入ってる。すごいけど、鬼滅とコラボしてんな。これはちょっと欲しいかも。公式はでかい、いいかもが出ましたよ。あ、いいかも出ました。はい、よしよしよし、いいかもですセリアといえば代表商品みたいなとかあるんですけど、まあ、知ってますよね。これはなんで知ってんのこんなの。どうぞ。これ何ですか。いやこれもう小物入れです。でかくない。かわいいし、かわいい、でかい、おしゃれ。でかさはさ、でもさ、もっとでかい入れ物いっぱいあるじゃん、100均に。いやこのデザイン性はないよね。いやそう、あのね、持ってけるじゃん、なんか家でしか使えないなとかじゃなくて。何入れるの。例えば僕なんかペンチとかしか思いつかないよ、なんかこのデザインだと。もう全部入るね、今の。そうそうそう、あのキャンドルとか入るし、入る入る入る、あとキャンプ用具も入る。いいいいほらぴったりだよ。そうセリアね、キャンプ用品が多いんですよ。そうそう、あ、そうなんですか。そういう感じのね。しかもだからあパチってできる。そう、蓋あるのがすごいよね。ほらこのデザインで蓋あるんだよ。わかんねー。ピンとこない。ツイッターで大バズりしてたんですよ。はい、うわやられたかもこれは。うわいいなーいいなー。いやなんかお酒のいいよね、超かわいい。お酒の空瓶を入れるケースみたいな。ミニチュアの飾りのお酒のこのフィギュアとかで並べるやつなんですけど、はい、これなんと、うわやられたー、くそー。あーすげー、炭酸電池がぴったり入るで噂が。え、すげえ。めっちゃおしゃれだ。もともとそういう風に作られてんの。うん、違う。あ、違うの。机にさ、なんか充電式の多いじゃん最近、炭酸電池のストックにこれ入れといたらおしゃれだよねっていうツイートがバズったって。素晴らしい活用法だ。やられたか。あー、よしよしよし、これは詳しいわ。いやでも100均のさ、あれバズってたらめっちゃ嬉しいよね。そうなのね。テレビとかでやっちゃうとでも売り切れちゃうんだよ。そうね、すぐ買いに行かないと。まあ、次の日の朝行かないと売り切れるからな。サポーターじゃん、100均の。ほら、これは便利なんですよ。あ、これ知ってるかもしれません。意外とセリアでしか売ってない、ポットもアイスも保温がいける、うん、コーヒー入れてから車に持っていけるって。え、これアイスもいけるの。まあアイスもいけます。これは本当にちゃんとね、漏れないように、ほらゴムパッチンがついて。ああいいですね、すごいこれ。本当に100円と思わないよね。口が猫合わせられて、そういやめっちゃ見てくれるやん。何でも鑑定だこれ。何でも鑑定だの味方だよ。ドゥルドゥル、すごいおしゃれだな。あ、確かにポンポクちゃんのはセリア強いよ。しかも1本できたでしょ。 そこにやっぱプライドを感じるよね。M1 かよ。ミックスしちゃったから多いわ。もうちょっと、あ、おしゃれ。なんだこれ。人気商品ティッシュ。めっちゃおしゃれ。何これ、知らないかも。ティッシュって横平たいのが普通じゃないですか、うんうん、はいはいはい。それダサくねっていう。100均で今モノトーンの丸の縦長ティッシュがねいっぱい出てるんですよ。しかもミッキーだよ。ミッキー車とかでも縦長に置いとけるし。あ、なるほど。飾るようにティッシュを置く時代なんですね今。これおい知らない、悔しい。ティッシュカバーとかいう概念終わったんですよ。そっかそっか。 そのまま置いとくだけでもしゃ、あ、いいですね。かわいい、なるほど。これはすごいわ。めっちゃかわいい。車のあれにも刺さるの。そう、下のとこにね置けるんですよ。最高じゃん。いやすごいな、これ今結構話題なんですよ。アシストすごいね。お互いのプレゼンの時シュート。やっぱね、あのファンだからね、100均の。100均のファン、せーのでシュートしないと。いけるかかなこれ。いや緊張するね。緊張するね。眠れないなこれ負けたら。以上ですかプレゼンは。はい、今日眠れない。今日も眠れない。眠れるだろ。眠れるでしょう。こんなすごい負けたら。はい、いや僕はプレゼン聞いて100均の魅力伝わりました。おその上で、はい、どちらが勝者か言います。はい、お願いします。100均プレゼンバトル勝者はポンポコさんです。やったー。マジかー。すごいすごい、おたけびがすごい。いいいい、どっちでもいいよ。え、なんでショックすぎる。これはやったー。いやけどね、やっぱねセリアの商品ちょっと強いですね。いやこれは悔しいな。おしゃれだね。ちょっとそのハンドキャッチャーが強いかなと思ったんですけど。ハンドキャッチャーもめっちゃいい。いや確かにこれ100円もすごいけど。ろうそくもね、やっぱ実用性ですよ。いやこれはね、やっぱデザインと負けたか。よし。いやセリア強いね。あおいちゃんの方はえこれ100円なのっていうのが多かったけど。確かにポンポさんの方はなんかトータルでデザインが素晴らしいなと思いました、ね。
かも1本でブランド絞ってでしょ。1本でが分からん。いやこれはちょっと悔しいな。あそうなんだ。いやこれはいやちょっと待って、100均マイスターの名を初代初代いただきます。うわーマジかー。お辞儀してっから2人で勝手に決めて、2人で勝手に決めてるだけだよ。いつでもリベンジしてこいよ。いやちょっとこれはリベンジさせて、本当にかかってこい。2人だけの戦いだわ。うわマジ悔しい。というわけで V 界の100均女王をキープしました。おめでとうございます。葵ちゃんの方のチャンネルにもコラボ動画上がりますので、よかったら見てください。というわけで今日も見てくれてありがとうね。バイバーイ。バイバーイ。イエーイ。くっそー、夢に出るよ。Yeah.